さあ、今日はね、鈴木の本社に来ておりますが、この間優勝しましたね、GP でね、最後最後って言っといてですね、最後にちゃんと優勝を重なっていくところは、さすが鈴木さんのすごいところかなと思いますが、今日はね、上に歴史館があるらしいので、鈴木の歴史、バイクなのか車なのか、そう、何から始まったのかって、そんなに僕も詳しく知らないんで、今日はね、ちょっと一通り教わりながら、私はですね、それを皆さんに要約して、鈴木の歴史を約10分ぐらいでブワッとちょっと見ていきたいと思います。さあ、今日は珍しくですね、鈴木の V ストローム2020のミーティングで、鈴木歴史館、本社の前にある建物に来てみたので、ちょっとですね、私もここ初なので、鈴木さんのですね、ちょっと歴史を見ていくと、やっぱり一番最初、この浜松の方では機織り機というか、この織機ですよね、面を織っていく機械をやっぱり作っていく。ただね、機械といっても当初は木工からなんですよね。まだ金属がほとんどない時代からの、鈴木さんの改良自動織機という、ここから始まっているらしいんですよね。一番最初に言ってるのが、これがね、最初の、ものなんです。ほとんど木工の作りに対して工夫をしていったのが、金属を使った、特にカムシャフトみたいなのを使ったところで、改めて縦織りと横のね、糸の色を変えていくっていう、これが一つのアイデア、工夫をして、より良いものをっていうのを作った時に、金属加工のものがですね、必要になったっていうのが、これをやり始めたのが、初代のこの鈴木道夫さんっていう形になるらしいです。やっぱり一つはね、良いものを作ろう。そして、最初にね、お母さん宛てにね、楽させてあげようとか、もっといいものを作ってあげようという気持ちで作っていく、そのアイデアがだんだん進化して、先ほど言った木工の、加工機に対して金属加工をどんどん取り入れていってみたら、こうやって金属だともっといろんなことができるっていうね、そんなところをですね、だんだんとこう大きくなっていく。金属加工の歴史でもある中で、大きなものがですね、こう作り始めたっていうのがですね、一つの、鈴木オートバイのきっかけとして、やっぱりこう金属加工をね、すごい頑張ったっていうのがね、一つの歴史になってくるかもしれないですよね。まだバイク登場しないです。まだバイクいう、もう織機ばっかりなんですけど、もうね、織機のその複雑さ、そして工夫、いろんな工夫が見てみると、なんかエンジンみたいに見えてくるっていうね。あ、金属加工をここまで工夫して、いくらでも加工して工夫ができるっていうものをやっていったものが、ゆくゆくはエンジン作りに響いていくのかなっていうね、形になりますよね。ここまでがですね、織機なんですが、なぜ織機をですね、皆さんやめていってしまったかっていうと、なんかね、ここにちょっと書いてあるんですが、織機はですね、どうやら一度作ってしまうと、ほぼ一生使えるようなものになってしまって、なんかね、アメリカの方とかでもですね、一回作ったものがもうほとんど、次に買い直すことがないから、商売としては、その辺で止まってしまうんではないかっていった時に、アメリカのフォードとか、そういった自動車メーカーがやってきて、それを見て、あ、これは車とかを作る技術に生かした方がいいんじゃないかって言ったらですね、一番最初にやり始めたのは、どうやら、自転車に乗っけたエンジンということだったみたいですよね。自転車に乗っけたエンジン、この辺がですね、実はですね、もうすでに鈴木道夫社長から2代目の社長になるんですが、この自転車に乗っけたエンジンがですね、だんだんと、しっかりとしたね、走りを生むようになってきて、最終的にはフレームまで作るようになっていったっていう形になりますよね。どちらかといったら、一番最初はですね、一番最初は、4ストロークあったらしいんですが、鈴木さんの場合は、いろんなエンジン形式がある中で、やっぱり2ストロークの良さ、なんとこの当時は4ストロークよりも2ストロークの方が新しい形式のエンジンみたいな風潮があったみたいで、それだったら2ストローク頑張ってみようっていうことで、いろいろ2ストロークのエンジンができた中、片や中では
四輪の方をですねやっぱりやっていくっていうですね、形になるんですね。だから二輪と四輪どちらかといったら、まあ、二輪のエンジンから来るんですが、やっぱりエンジンを作れば四輪はやりたいっていうのは、これはどこのメーカーも同じだと思うんですが、こうやって、面折り機からですねだんだんとエンジンに、そして車のメーカーとしてっていうのは、やっぱり金属加工を一生懸命勉強したから、こういうね細かい製品ができてきてるんじゃないかなと思います。あとまあこの辺見るとですね、私的にはこの歴史はですねなかなかちょっと難しいですよ。でも二輪と四輪がやっぱり同時期で進んでいくっていうね、この形をちょっとね改めてメーカーとしてね大きくなっていく姿なのかなと。そして当然のようにそれがお仕事で使われるようになっていくっていうね、その工業製品が一つのまた違うメーカーの仕事で使われるようになっていくっていうのが、また大きな商売に結びついていくっていう雰囲気が、こういうスズキのスズライトキャリーですか、キャリーっていう名前ね未だにねちゃんと残ってて、我々もスズキのキャリーってよく言いますけど、こういう時からあったんだなと感じがします。どうやらこの頃からねだんだんとこうねレースの方にもね携わっていくような感じになっていくかもしれませんね。そして、二輪四輪と同時期に進んでいく中、やっぱりですね大きな出来事はこの満島での優勝ですか。満島での優勝、先ほど二輪の方をやり始めてエンジンを自転車に乗っけたような頃が1952年ですから、その10年後にはなんとオートバイメーカーとして満島、要は世界で優勝していくっていう形になる。ここから鈴木さんの名前は世界中に広がって、たくさんの世界からオファーがあり作っていったのが、まあ、こちらね鈴木フロンテ71、この辺なんかこれ我々はもう大好きなところじゃないですか。だけどオートバイの方はやっぱり世界からオファーが来るとだんだん大排気量化ビッグバイク化していくっていう形で、大きなバイクが鈴木の性能のいいバイクはですね、世界に認められていくっていう形になっていくとなるとですね、やっと私がですねだんだん分かってくる、この7班とかね、はい、GT7 班、そしてこっち GS400、はい、GS400、やっとこの辺でね分かるようになってくるんですけど、1976年でしょ、最初の本当に自転車としてやってきた1952年から世界で優勝が62年、私がね本当に生まれるちょっと前頃から本当にね一挙にぐっと伸びていくわけですよね。その中で鈴木のものづくりは、この頃に万博では電動カーですよね、すでにモーターカーも、やっていました。そして、2ストローク4ストロークといえばやっぱりロータリーエンジンもあるから、ロータリーも挑戦してみようといういろんなものへのチャレンジをですねしていくのが、ちょっとこう鈴木さんのねものづくりの中で、決してやっぱり一つのものだけに終わらずっていうところでいろんなエンジンを作っている。これはなんだ、これ空冷2サイクル3気筒エンジン、3気筒エンジンの、あとはねこの辺自転車もやっていたって、俺鈴木の自転車あんまりね知らなかったんですけど、自転車もやっていたって、この辺なんか俺はすごく思いがありますけど、鈴木さんがやってたのは分かりませんね。ここにギアの変速機があって電子フラッシャーがあって、前にもでかいフラッシャーがあってですね、本当にこれこそエンジンをつけてほしかったっていうぐらい 重たかったのをね、覚えてますけどね。そして、船外機、今でいうシニアカーとかもやっておりますし、ここにはね水素エンジンをもうすでにやっていたというの、1979年セルボで水素自動車をやっていたっていうね、これもですね確かに手を出すのはどのメーカーとも同じく、あっという間にいいものが出たって言ったらすぐに手を出すっていうね、そんなところもこの鈴木さんのものづくりのね、なんて言うんだろうな、チャレンジ精神精神に表れてるんじゃないですか。でここに来ると、ジムニーが来て、もうここからね長い歴史を作っていく名車たちがですねいろいろ生まれてくるわけですよね。バイクもこの辺になるといっぱいあるな。ハスラー、ハスラーいいバイクだったね。これなんかあれよ、今の V ストローム SX ってもう俺的にはハスラーという雰囲気だけどね。あ、豆タン鈴木、ごめんなさいね、これね私ね原付免許取った時ねこいつからなんですよ。こいつをセパンにして
ロードスポーツバイクにして乗ってましたからね。この時アメリカンクルージングバイクみたいな雰囲気なんだけど、でも俺らはやっぱりこれをセパハンにしてロードスポーツバイクとして乗るっていう雰囲気だけどね、同じ 50cc の中でもこいつはね速かったのよ。そういうすごくね、あのいろんなメーカーと比べても実はスズキのマメタンこんな形してるけど実は速いというね、そんな印象をね、あの当時の頃から受けてましたけどね。さあそこで、鈴木さんがまた大きくこう羽ばたくきっかけとなったのが鈴木のアルト、アルト47万円。俺これ当時のね頭の中で覚えてますよ。47車の値段ですかっていう形ですけど、他の車たちがまあ82万65万、もうこれでももちろん安い方ですけど50万円を切ってくるっていうね。ああでも CD じゃねえレコードだこれCD じゃねえレコードとかが600円、分かるような気がするな。パソコン12万3000円、パソコン12万3000円、安いっていうか性能があんまり良くないのか、このぐらいの値段で買えたんだね。あステレオラジカセ、巨大なステレオラジカセが72800円。なるほど、まあ、この辺はもしかしたら手に入れてるかもしれない。テレビ、おカラーテレビ14万か、意外とこんな感じだったんだ。だけど車が この大きなものがですね47万円っていうのはですね、なかなか、チャレンジだし、これでやっぱりあのすごいたくさんの量がねあの売れるようになってきて、やっぱりそれこそ工場がねやっぱり大量生産するために大きくなっていくっていう、基本はやっぱり技術ありきでものづくりが始まっているけど、その技術がたくさん売れるようになることによってやっぱりメーカー大きくなりますしね。でもやっぱり一番大事なのは一番最初の鈴木の社長のやっぱり誰かの役に立ちたいという思いとか、まずお金ではなく何か役に立つものを作りたいっていったアイデアチャレンジ精神をどんどん膨らますことによっていい製品が生まれ、でも誰かがそれを商売にしてきちっと販売に結びつけるっていうのをねやってきたから、今のこうやってね鈴木さんのこう各名車ですよ。この辺もねターボとかあるじゃないですか、もうこの当時もね、もうこの辺なんかね、まあ私の本当にあの青春時代のバイクばっかりですよね。こんなところをですね見てきて、あやって最後に見つけちゃったよ。まあしょうがないな、ちゃんと紹介しとかなきゃいけないしね。鈴木の刀、はい、ごめんなさいね、何度も鈴木さんって言うと刀必ず刀見せちゃいますけど、そしてねもうこれも一つ言っておきましょう、鈴木の RGV250 ガンマ、私はこれに乗ってしまったがためにレースを始めることになってしまって今の丸山博士があると言っても過言ではない。本当はねツーリングに使ったんですよ、こいつを買ってツーリングに使ったんだけど、行きましたよ北海道一周、そして能登半島佐渡島こいつで行ったんだけど、ずっとツーリングしながらなんか違うなってずっと思ってた、なんか違うなって使い方が筑波サーキットに行ってみたら楽しかったという思いで、それでロードレースの世界に入っちゃったんですよね。なんか鈴木さんにやられたような気がする、そんなですね鈴木の歴史を一通り見てまいりました。今日のところはこの辺でお別れしておきましょう。それでは皆さんさようなら。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ただいま MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスター募集しております。また番組制作スタッフも募集しておりますので、どしどしご応募お待ちしております。詳しくは詳細欄をご覧ください。